はい、えー、最近の若者は精神的に弱い、ストレスに弱いという風うに言われてますけども本当なんですかね本当は数字上、現実としてストレスに弱いとされているのは医学的には40代から50代の人が圧倒的に多いと思いますよまあ人数も多いんですけども、でも割合も多いですそれは社会に出ていろんなことで まあ、悩んでいるからとかねいろんな問題に突き当たるからとも言えますけどもその分タフになってるでしょ青春時代を過ごして。でも若者ってじゃあ仕事で悩みますかと家庭で悩みますか世界情勢で悩みますかっていうことを考えたらやっぱり若い人ほどストレスがねそんなにたくさんはないと思うんですよ。 まあどもちろんね若い人は若い人なりにまだ未熟なんでストレスに対してどう向き合っていけばいいのかわからないって意味でちょっとのストレスがものすごく重く感じることがあると思うんですけどねまあでもトータルで見てもストレスに弱いのは本来なら酸いも甘いも嗅ぎ分けた40代50代はストレスに強いはずなのにいとも簡単にストレスに負けてしまってるっていうのが現実じゃないかなと思いますけどどう思われますかかねね若者の方ががスストレスが多いでですか、ね、どううしょうかね でも仮に若者がストレスをいっぱい抱えるとしたら若者のストレスの原因は我々が長年かけて作った家庭とか地域とか商品とかサービスとか情報とか国に絶望したからじゃないですかねつまりは若者がストレスに弱いんではなくて私たちが先に社会を作ってる人間が若者の住みにくい社会を押し付けているってことなんですよ若者のせいではないと思うんですよねでもなぜ私たちはいつでも若者を攻撃するんでしょうか 若者には夢がないとかね最近の若者はとかね若者の車離れとかね我々がそういう若者を育ててしまってるんではないかっていうふうに感じないんでしょうか我々は常に無責任なんでしょうか若者は我々が争いなく夢に満ちて正々堂々と生きていればそれをお手本にするんじゃないかなと思うんですよでこの動画をご覧になっている方にもちょっと考えてもらいたいのはあなたは若者から見てねなりたい大人になってますかと あななたたの後継者になりたいというふうな憧れてくださってる若者はいますかってことが答えなんじゃないかなと思うんですよ。若者があなたの姿を見てやっぱ社会に出たくないよねっていうふうに思わせているとしたら若者に非があるのかそれとも若者が見ている社会に対して見ている大人に対して何か思うところがあるのかってことになるんじゃないかなと思うんですけどね。